ピンチというピンチが、まあ、あの1回だったんですけど、こっちも決定機っていう決定機を作れずに、本当に勝敗は何が起こるか分からないですし、本当に、ただただ残念です。本当に手拍子、たくさん僕たちの元に届いてましたし、その中で皆さんの期待に応えられなかったことはすごく、まあ、残念に思ってますし、まあ、ホームでやっぱ勝つっていうところが皆さんにとって、こう一番、まあ、元気になるところだと思うんで、まあ、次こそはまた1回天皇杯挟みますけど、次アウェイになってしまいますけど、勝てるように頑張っていきたいなというふうに思います。まあ、決めるチャンスもある中で、まあ、決めきれなかったことと、まあ、自分たちでボールを握る展開がまあ多かったですけど、崩しの部分でミスが多かったなっていう試合でした。まあ、まずはご来場いただきありがとうございました。まあ、今日は負けてしまいましたけど、まあ、まだまだリーグ戦天皇杯ってあるので、また切り替えてチームとしてやっていきたいと思います。まあ、競り合いだったりそういう部分ではまあ自分の武器なので負けてはいけないと思いますし、まあ、それはそれで勝てたことは良かったと思いますけど、まあ、失点してしまって、まあ、そこはまあしっかり守備の課題のまあセットプレーだったりそういうのがあるので、まあ、引きずらずにまた次の天皇杯に向けて頑張っていきたいと思います。まあ、忙しい中足を運んでいただいた中にいただいたにもかかわらず、まあ、負けた試合を見せてしまったことは残念ですけど、まあ、まだ試合は続くので次、勝てるようにまた一から頑張っていきたいと思います。前線のポジションに入ったんですけど、まあもう、まあ、ボール受けるだけでなくて、その攻撃にスイッチに入れるためのパスとか、動きドリブルとかっていうのをちょっと出していかなければいけないと思いました。まあ、そこに走り込めたっていうのは、まあ、良かったと思いますけど、あとシュートのところをやっぱそこを決めて、やっぱチームを引き分けもしくは勝たせるようにならないと、もっと僕はそこを大事にやっていきたいです。途中からでも、しっかり活躍できるように、練習もそうですし、まあ、しっかりいいチームにしていきたいと思います。まあ、連戦とすると天皇杯と、リーグ戦も続きますので、応援の方よろしくお願いします。ゲームが拮抗した状態での出場だったので、自分の得意なドリブルで相手のところに侵入して流れを変えようと思って入っていきました。自分の実力とチームの実力がどれだけ通用するかっていうのが、まあ、楽しみな試合になってくると思うので、自分自身すごく楽しみなので全力で使っていきたいなと思います。ホームでの大事な試合だったんですが勝てなくて、まあ、次しっかりと勝ってまた勝負に向けて進んでいけるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。